ズデニエク・ネホダは、チェコの元サッカー選手、サッカー指導者、選手アドバイザー。選手時代のポジションは、FW、正確なシュートで得点を決めるだけでなく、正確なパスや、オフ・ザ・ボールの動きで周囲を活かすことも、得意とした。息子のミハルと、ダビドもサッカー選手として、活躍をしている。ネホダは、故郷のフリーインでサッカーを始め、1969年に、 TJ ゴットワルドフに入団した。ゴットワルドフでは17歳で一部リーグデビューを飾ると、フォワードのポジションをつかみ、1969年のチェコスロバキアリーグ優勝に貢献した。1971年からは、国内の強豪リュクラ・プラハへ移籍。プラハでは1983年までの12シーズン、在籍し、3度のリーグ優勝と1度のカップ優勝に貢献した。 チェコスロバキアリーグ通算では345試合に出場し145得点を記録した。1983年からは国外へ活躍の場を移し、ドイツの SV ダルムシュタット98へ移籍。ダルムシュタットでは32試合出場14得点を記録した。その後、ベルギーのスタンダールリエージュ、フランスの FC、グルノーブルを渡り歩き、 1986年から1993年の間にオーストリアグミュント軍の SC アマ・リエンドルフで選手権任監督を務めた。チェコスロバキア代表としては UEFA 欧州選手権1976優勝 UEFA 欧州選手権1980で3位入賞に貢献。1982年の FIFA フフワールドカップ スペイン大会に出場するなど、国際 A マッチ90試合に出場し31得点を記録した。得点記録は、チェコスロバキア歴代2位の記録となっている。引退後の1995年からは、ネホダ・ホトブルという会社を設立し、選手アドバイザーを務めている。ありがとうございます。